ここに玄関ドアをはめ込むっていう形になるんですけどね、上のロングをね組もうとしたらはまりません。ここの広さって一番下の広さよりどん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 こう広がっていって、極端に言えばこう広がってるわけですね。歪んでる、こっちはそれほど歪んでなくて、こっちがですねかなり内側に歪んじゃってるということで、これをこっちに引き寄せたいので、この荷造り用の日めきっていうのかな、ベルト、これでカチャカチャやって、これ2つつないで、引っ張ってみます。上につないでね、上から下につないで、これで締めたら、うまく手前に来るかどうかですね。頭で持ち上げ、大変です。上にロングは乗ったんですけど、こっちは入ったんですけどね、こっちは完全に入ったんですけども、なんとこっちは入りません。ずれてます。この下のログが歪んでるために力ずくでも入らないんですね。このログがね、奥に行ってるんですよ。奥の方に傾いてるんで、こっちを戻したい、手前に戻したいんで、かけるところを見つけて、西めき使ってですね、かけるとこを探してどっかにかけて、引っ張りたいと思います。で、ぎゅーっと見渡すと、ここに大きな木があります。この大きな木に頑張ってもらいます。
ついにログの組み立ての最終関門、一番長くて重そうなログ、全長6.2メートル。これを一番高いところまで上げる。これがですね、もう画面に入らん。これが、この、一番高いところ。今、三角部分の途中までできてますけどね。この一番、てっぺん、横に、こうですね。ここに乗るということになります。これが最後の一本。最後の一本、バカ長いのが。これが一番上に乗らなきゃならないという、この、なんたる悲惨なことか。じゃあ、やってみます。乗るかね、これ。まだ壁だけではありますけどね、こういうな感じ。ログは全部で20段。今、今、18段、19段か。19段目になっております。20段までなんで、あと1段。今日は10月10日。前回の動画から10日ぐらい経ちますけどね。組み立て始めてから、20日ぐらい経ちますけど、やっとご覧の通り、壁だけはできました。いや、きつかったですね。体力的にきついです。これまだ平屋で良かったです。これ2階建てなんつったらもう絶対無理。で、足場組まずにね、やりましたんでね、脚立2つ使いました。足場はいらないですね。この平屋だったら足場は全く必要ないなっていうふうに感じました。ちなみに足場をですね、レンタルすると1週間に5万円かかるそうです。5万円払って足場組まなくてよかったと思います。ログハウスの資材代金、キット代金で、貯金のほとんど使いましたから、もうそんなまとまったお金はないし、
働いてないし働いてないし、なもんですから、もうあるものだ、あるものでね、このまま作り続けたいと思います。あと次は屋根ですね。早く屋根を作りたいと思います。じゃないとね、雨が降った時にね、どん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 壁のログがね、腐ってきちゃいますからね。一応ブルーシート、大きいブルーシートを買いました。それで7メーター×7メーター、これがね、なんと5000円痛かった。本当に5000円は痛かったんですけど、なんでブルーシートが5000円もするのかと思ったんですけどね、ブルーシートをかぶせないとちょっとやばいんでね。動画の方はね、毎日更新というわけにはいきませんけどね、こういったまとめてね、まあ、1週間分とか10日分まとめて、状況と報告したいと思います。かなりもう疲れてね、体ガタガタなんですよ。なもんでね、ちょっとね、パチンコもしてないしね、パチンコもあまりしてないのでね、ちょっと気晴らしに行ってこようかなと思ってます。パチンコ動画も全然更新できなくてね、体ボロボロでも、まあ良かったです。まあ、無事にね、ここまでたどり着いて、まあ、次は次でまた考えてやりたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。